西口改札口電流線を一線減らして、拡幅された下り本線と中線のホーム、岩月駅は、埼玉県埼玉市岩月区本町一丁目にある、東武鉄道の打線の駅である。駅番号は、TD06。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線、電流線二線を有する地上駅かつ、京上駅である。京上改以は、 大宮方面となる単式ホーム側のみ改札口があり、島式ホーム側へは古戦橋で連絡していた。2015年2月にエレベーター、同年7月に2.3番ホームのエスカレーターを設置した。駅業務は東部ステーションサービスに委託している。タブレット交換と校内踏切の名残で単式ホームと島式ホームは約2両分ずれていたが、 共状化に伴いホームと停止位置を揃えた。3番線の西側に当駅止まりの列車を対白するための電流線が2000ある。カスカベ駅までの連続複線化により、当駅始発終着列車、対白運用を大幅に削減した昨今でも、電流線を要する目的として、カスカベ駅電流線の保管があり、電流1.2番線には出発信号機を備え、 入れ替えせずに下り、本線への改装執行が可能な点が特徴である。それ以外の電流線との出入庫は、引き上線で入れ替えとなる。引き上げは下り方、野田線55踏切の先である。単線時代は、独立した引き上線であったが、複線化後は、下り本線上で引き上げている。引き上げ後は、すべての番線に入れ替え可能である。一番線。 大宮寄りの保守車両の留置線、3番線西側の電流線1線をホーム拡張に伴い撤去したが、保守車両の留置線はさらに大宮寄りに移設する形で再設置した。かつて1番線ホームには小ウィンドウを設置しており、岩付き人形、地酒、銘菓、伝統工芸品、工業製品など地場の物産品を陳列していたが、強情化に伴い撤去した。 駅舎を強情化の上で西口を開設する事業を進め2016年5月24日に西口を開設31日に新駅舎が完成同時にエレベーターエスカレーターの設置など駅構内のバリアフリー化を図った合わせて同日よりコンコース内において東武グループの東武商事が包括提携契約するファミリーマート 岩月駅店を営業している。営業時間は5時24時三十分である。スタンド形式の売店はない。二千二十年度の一日平均乗降人員は二万七千七百六十五人である。他路線と連絡のない野田線単体の駅では最も多い乗降客数である。再ピーク時は四万人を超えていたが、二千四年以降は三万五千人程度で横ばい傾向にある。 2011年度までは、北総線、新京成線、成田スカイアクセス線との連絡駅である、新鎌ヶ谷駅より多かったが、2012年度で、同駅を下回り順位を一つ落とした。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。京城駅となる前の東口駅前広場駅周辺は、岩月人形で知られる、人形の街として、多数の人形店、 工房が集積する。柏・しわ、行きは、かすかべ駅まで座席指定であり、特急券が必要。上降口は3両編成の2号車1カ所となる。大宮駅はすでに座席指定は解除されており、特急券不要で乗車可能。ありがとうございます。